ひろゆき Z です、今日は日本本線陽谷駅から大分駅まで行く普通列車で行く旅をしてます。まもなく別府です。大分市の水族館の海卵です。ひろゆき Z です。大分駅に着きました。はい、あちらのホームには415系の中津行きの普通列車が止まっています。はい、中津行きに普通列車が発車するみたいです。発車します。今日はひろゆき Z、今日は紙切符で買ったのでこちらで出場したいと思います。そっか、エレベーターですね。はい、改札を出たいと思います。はい、お土産売り場です。そちらは、はい、大分駅、こっちが、アミュープラザとかがありますね。船井中央口の方を出ていきます。なんか今日もなんかイベントやってますね。チョコパクフェス、チョコパク、なんかチョコレートの、まあ、全国のチョコレートのお店が来てますね。でそちらが JR 九州ホテルです。一番上が、露天風呂になってるんですよね。天然温泉、別府だけじゃなくて大分も、温泉が出るんですね。こちらアミュープラザの屋上、大分の街がこちらから見れると思います。でそちらが道民院、僕は稚内で泊まれなかった道民院が大分にもできました。天然温泉です。でこちらが、商店街というかアーケードですね。で私が大分に来た時に買う宝くじ売り場が佐藤酒屋だったかな、佐藤タバコ店だったかな、そこの宝くじ売り場はすぐそこにあります。
1年前にここ来たな。また来てみるか。麺の硬さは普通で、普通で、はい、ありがとうございます。ラーメンの大盛りが無料みたいです。今日は後藤巻の、ネタが話題になってたんですけど、どっちもの歌ですか。半チャーハンが来ました。可愛いですね。はい、ラーメンです。美味しいですね。大方ビーターです。完食、ごちそうさまでした。あ、ラーメンおめでたいって言うんですね、ここの店。おお。このラーメン屋行きました。ごちそうさまでした。前にここでカレー食べた記憶がある。ここも24時間のネットカフェがありますね。ここはなんか広い広場ですね。はい、あちら交差点を渡りますと宮古町といって飲み屋街とかですね、
ああいうネオンのポールがこう柱にこう立ってますけどね。はい、ここでもう引き返してまた大分駅から列車に乗って、戻りたいと思います。陽谷駅に車止めてますんで、日豊本線のですね、そちらまで戻りたいと思います。今時刻は7時25分今年はですね、大分でワールドカップ、ラグビーのワールドカップがありますので、大分は盛り上がっていくんじゃないかなと思います。はい、また大分駅に戻っていきます。帰りはですね、IC 乗車で帰ろうかな。大分駅、すごい立派になったんですよね。昔の大分駅を僕、行ったことあるんですけど、本当普通のなんてもない駅だったんですけどね、片面のね、すごく立派になりました。はい、それでは鉄道になりますので、そろそろ失礼させてもらいます。鉄道チャンネルなのに。今日はスマホの IC タッチで乗ろうかな。ひろゆき Z でした。